メガクルーザーは、トヨタ自動車が生産していた多目的自動車である。陸上自衛隊向け高機動車の民生用として1996年1月に登場した。航空自衛隊と海上自衛隊は高機動車ではなく、この車種を採用している。登場時には、その大きさや外観から和製、ハマーとも呼ばれた。エアコン、オーディオ取り付け用 2D インスペースなど、 ある程度の快適装備は有しているが、高価格にもかかわらず、タコメーターすらないインストルメントパネルや、4速 AT しか用意されないなど、開発の主眼が災害時の救援や、人命救助などの任務を迅速に遂行する点に置かれており、いわゆる一般消費者向けの SUV 的な自動車ではない。最終組み立ては、岐阜県各務原市の岐阜車体工業で行われた。 その関連もあってか、日本で唯一、岐阜県警察警備部機動隊に、災害要項性能機動力車両の名で、パトカーとして導入されている。本社は、番型の貨物自動車として生産されており、通常1ナンバー車であるが、何らかの仮装をしての納車が多いと見込まれたため、形式指定は取得しておらず、新車登録時には、運輸支局、または、 自動車検査登録事務所への持ち込み登録者となっていた。リアに油圧作動の逆小 4WS を装備しており、最小回転半径は、同社の3代目、ビッツの 1.5RS および GRMN と同じ5.6メートルであるが、リアオーバーハングが大きい。センタリングスプリングによるフェールセーフ機構を持ち、エンジン始動中の P レンジ時やサイドブレーキを引いた。 状態、油圧系統の異常時やエンジン停止時には中立を保つ。定員は6名となっている。ラブ4のものを流用した着脱式のサンルーフも選べるが、これも作業用ハッチの意味合いが強い。このサンルーフに合わせるため、全部ルーフは不自然に膨らんでいる。最低地上高が高く、グリップにつかまりながらの上高を要する。後部には高機動車と同じ格納式の 上降ステップが装着されている。運転席と助手席の間にはクーラーユニットがついており、車内での行き来はできない。後部ヒータースイッチは助手席側についており、運転席からの操作はできない。フレーム下やサスペンションアームの処理が非常に良く、ハブリダクションドライブを採用しているため、最低地上高の 420mm は実用数値である。通常、 車体下部にあるプロペラシャフトやデフが大きな最低地上高を確保するためにできる限り上部に上げられたためその一部が車内に入り込み運転席と助手席間が大きく離れたハブリダクションによってホイール内にブレーキを装着できないためインボード式ディスクブレーキを採用している止まる直前に強くブレーキをかけているとハブリダクションのバックラッシュとサスペンションのたわみで船の ようなピッチングが起こる。トルク感応が耐える SD の他にマニュアルデフロックを持ち、さらに後輪のみではあるが、オプションでタイヤ空気圧調節機能まで備えるため、この車でスタックするようなら、あとはクローラ付きの車両を使う以外に走行手段はない、とまで言われる。総波性重視のため、タイヤ空気圧はフルタイム四 w d にもかかわらず、全ログラムフォース。 平方センチメートル、52.4kg フォース、平方センチメートルと異なる。ハブリダクションギアでも減速されるため、通常の SUV とは比べ物にならないほどの減速比を得ており、急な上り勾配でもトルクコンバータのクリープで、途半できる。高機動車と異なり、ランフラットタイヤではないため、スペアタイヤを装備するが、タイヤを動かす際には、標準装備のウインチを使用する。 地上高の高さも相まってスペアタイヤキャリアの位置が非常に高いため背面キャリアでありながらトラックのフレーム下キャリアと同様なタイヤ引き上げ用のチェーンブロックが装備されている。ボンネットは一般的な積層 FRP で高機動車の真空成形品に比べややグレードが落ちる。サスペンションは高機動車と同様。 縦置きトーションバースプリングとダブルウィッシュボーンによる四輪、独立喧嘩となっている。トーションバーが長く、車重もあるため、乗り心地は良い。発売当初は、興味本位の一般ユーザーの購入や、企業の広告等として利用された例も見られたが、後に、JAF や消防、地方公共団体などが、主なユーザーとなった。価格は962万円で、 諸費用を含めると1010 10万円となり、トラックやバスを除く日本車の中では、同社のセンチュリーや、本台の SX とほぼ同等の最高価格帯クラスに位置していた。車体色は、標準では、白と紺の2色が用意されており、室内はビニールのセミトリムとされ、色はグレーであった。2001年8月で生産は終了となった。一時期、ホイールベースを変更して、 スーパーダイナやコースター 4WD にもこの高機動車足が使われていた。メガクルーザーの生産は2001年8月に終了し、132台が製造され、12月に販売を終了した。販売期間中の新車登録台数の累計は133台カタログにはないハイルーフ仕様もあった。 車両重量が 2850kg であるため一部は準中型自動車に分類されており、2017年3月12日以降に普通自動車免許を取得した場合、運転できない。ありがとうございます。